最初のこの大言小言のコラムから取り上げていきたいと思いますが、少し、おさらいをしてみたいと思いますけれども、先月末、10月の27日に、北部の沖縄県北部の方の名護市で百田直樹先生の講演会を行いました。で、600名以上のたくさんの方に来ていただきまして、非常に盛り上がったんですが、その講演会の中で一番真ん中に案内もされてないのに陣取った沖縄タイムズの記者、阿部記者、一生懸命ですね、揚げ足取りの記事を書こうと取材頑張ってたわけです。で、講演会が終わって舞台裏に来て、そして百田直樹先生に、あなたはヘイトスピーチをしたと言いがかりをつけてきたと。そこで、百田直樹先生に見事に返り討ちに遭いました。で、それでもう反論も何もできない、しかししぶしぶ小さな記事にはしたんですよね。で、それからもうせっかく我々が動画も流して全国デビューさせてあげたのに、静かだな、反論してこないなとずっと思っていたら、これは何日目ですか、11月の6日の沖縄タイムズの記事なので、はい、6、10日ぐらい経ってですね、正確には9日目あ9日ですか、はい、正確には、はい、にこの新聞の下の方にあるコラム、大言小言というものがありまして、それをその中で反論をしていると。ちょっとこれ読ませていただいてよろしいでしょうか。全部読んでください。すいません、はい、ではちょっと見ていただきたいと思います。作家の百田直樹氏から悪魔に魂を売った記者という異名をいただいた。出世のために初心を捨て偏った記事を書いているからだという数百人の聴衆がどっと湧き、私も笑ってしまった。こう始まるコラムなんですが、確かに魂を売っちゃいかんよって言ったんですね。でも魂を売ったとも言ってませんし、悪魔にってそれついてたか私聞いた覚えないんですね。そういったまた嘘記事なのかというハテナから始まりまして、出世のために初心を捨て偏った記事を書いているからだという、その次、数百人の聴衆がどっと湧き私も笑ってしまった。この書き方もおかしくてですね、なんか百田先生が聴衆に笑われたような書き方ですが、何をおっしゃる、600名集まった聴衆は記者さんあなたに笑ったのよと。そう笑いのね、はい、対象はこの阿部記者だったということはね、はい、うまい具合にごまかしてますね、これは、はい、ですから数百人の聴衆がに笑われてしまい、私も緊張をほぐすために笑ったみたいな感じで、笑いでごまかした、笑いでごまかした。はい、続きますが、先月末に名護市で開かれた講演会、事前に申し込んで取材に行くと最前列中央の席に案内された。壇上でマイクを握った百田氏は最初から最後まで私を名指しして聴衆を向けてきた、こういうふうに書いてますが、マスコミ担当のメンバーいたんですけれども、案内したのかって確認取ってみたら案内してないと。しかも話をしたのは会場の後ろであったということですから、これまた嘘であったと。確かにですね、話が聞きやすいためか本当に一番前の真ん中に座って、おそらく威嚇をするためだったと思うんですけれども、そういうふうな記事を書き換えてますね。はい、得意な状況だからこそ普通に取材する。そう決めたが一度メモを取る手が止まった。中国が琉球を乗っ取ったら安倍さんの娘さんは中国人の慰め者になります。逆らう連中は痛み目に遭えばいい、ただし自分は高みの見物、手を汚すのは他者という、態度、あえて尊厳を傷つける言葉を探す人間性、そして沖縄を簡単に切り捨てる思考、こういうふうに書いてるんですけれども、私ですね、これは見返してみようと思ってるんですけどね、これから。しかしこの安倍さんの娘さんが中国の慰め者になりますよなんては言ってないと思うんですよ。で、逆に沖縄の人が、向こうは嫁さんが不足しているから大変なことになりますよっていうふうなことをおっしゃったと思うんですが、それは危機感を知ってもらうために言ったんであって、本人の尊厳を傷つけるとかそういうものでもなく、言われた県民もチベットやウイグルではそんな目に遭ってる現実があるんだと、我々も油断できない大変な国なんだなと、こういうふうに思ったわけでして、これはですね、また言葉を変更を書き換えをしていますね。そして、百田氏は2015年に問題になった自民党本部の講演でも、沖縄のどこかの島に取られれば目を覚ますはずだと話している。
県民は実際に沖縄戦で本土を守る時間稼ぎの道具として使われ4人に1人が犠牲になった。歴史に向き合えば本土の側から口にできる言葉ではない、まあ、そう言ってるんですが、中国が恐ろしくて本当にそういうふうな目にあったら大変なことになるから、最悪こうなりますよというふうに警告をしているだけで、私もうちのアンチュですけれども、そういったこと言われても確かにこんな状況で平和ボケの沖縄県民恐ろしいなというふうに思います。そして最後はどういうふうに締めくくっているのか、差別と非給与は続く、百たちはなおも反対派の中核は中国の工作員などとデマを並べ、沖縄への米軍基地集中を正当化する、沖縄大好きというリップサービスが虚しい、とこういうふうなコラムを書く記者さんが虚しいんですけれども、まあ、こういうふうにしてですね、まあ、反論を書いてきたと。師匠、このコラムを読まれてどういうふうな印象をお持ちでしょうか。いや、まずね、あれほどネットで大騒ぎしてね、はい、なんか100万ぐらいね、このアクセスがあったっていう。10万ですね。10万越してます。はい、10万、はい、もうものすごい、ね、あっという間にね、すごいアクセスがあって、でこういうその1記事へのアクセスっていうよりもね、このネットの特性っていうのは、これを見た人がまたこうどんどん拡散するんでね、ネズミ山積に死刑に広がっていくんで、実際に数はね、本当に100万と言ってもおかしくないほどね、拡散されてるんです。元のあれが10万でもね、これを見た人がまた拡散するんで、ね、それはつかみようがないんで、ものすごくね、ネズミ山積に広がっていくんで、もうあっという間にこの安倍記者のこのね、このどのようにして取材するかね、この捏造記事の取材の実態がね、はい、全国にばらまかれたわけですよ、うん、ですから その直後に、ね、反論書いたら、みんなね、もう化けの皮が剥げてしまってるんで書きようがない、うん、そこでね、はい、約10日間ね、ずっと沈黙してあは沈黙してやっと書いたのがこれなんですよ、うん、よくね、恥の上塗りっていうのがありますけどね、はい、嘘の上塗り、嘘の上に嘘を重ねるとね、もう最後はね、もう本当にね、悪魔にね、魂を売ることになりますよね。で、先ほどちょっと説明があったんですけど、私もね、あの時のこの同時生中継の生放送のね、この会話を全部映像で見てみたんで、で確かね、百田さんこう言ってますよ、何書いてもいいけど嘘はあかんで、魂を売っちゃあかんです、まあ大体そのようなね、まあ、このそういった内容のことを言ってるんで、ですからね、悪魔に魂を売った男が記者なんてことはね、断定してません。だからまだ売ってないんだ、売ってないんですよ、売ってないからね、嘘を書いて捏造したら悪魔に、悪魔じゃないや、魂を売ったことになる、まあ、彼がいいのは記者魂ですよね、うん、記者魂を売ったことになるんで、それは飽きまへんよって言うんで、ね、要するに文筆家としての、ね、大先輩が後輩にね、諭すようなね、まあ、ある意味じゃね、こう、まあ、愛情あふれるような言葉なんですよ、これは実は。それをね、この、まあ、勝手にね、もうそろそろ嘘を書いてもいいだろうということで、悪魔って言葉が出てきて悪魔に魂を打った記者というふうにね、命名されたというね、こんな嘘を、ね、よく重ねますね。悪魔に魂を打った男って知ってます？なんか本があるんですか？本どころかね、はい、有名な人がいるんですよ。ほう、ニコロ・パガニーニっていうね、イタリアのバイオリニストでね、この方はもう頬がこけてね、髪をこうバサバサして、一見何かちょっと薄気味悪いような風景なんですけどね、この方のこのバイオリンのテクニックっていう技術がね、もうすごい、もう人間技と思えるほどね、もう当時の人がみんなびっくりするほどすごい超テクニックを持ってたらしい。でそこで出た噂がね、この男は悪魔に魂を打って、あくまで、ね、代償にね、うん、その他魂の代償にバイオリンのテクニックを得たっていうね、これ実はですよ、そういうようなね、噂が流れた人がいるんですよ。で、ネットなどでね、パガニンっていう名前だったら出てきます、ね、うん、この悪魔に、魂を打った男っていうね、このフレーズも出てきます。ただパガニンにはね、魂を打って最高のバイオリン技術をね、もらったんですよ。ところがこの安倍記者はね、まあ自分で言ってるんですよ、あくまで、魂を売ったことを。代わりに悪魔から何もらいました？何をもらったんでしょうか？
決してバイオリンのテクニックじゃなくて、彼がねもらったのはね平気で嘘を作ってるって高度のテクニックです。だから平気でね嘘の上にまた嘘を何ぼでも重ねていくね、まさに悪魔に魂を打った男ですよこの人は、うん、これ自分で言ってるんですよ、あの百田さんが言ってるわけじゃありません。本当になんかあの公の場でそのタイムスが事実とは違うことを知っていながらも書いて、うん、そしてそれを訂正していないということまでバレて、でそれがもう公になってしまったわけじゃないですか、うんうん、それなのにまたこういうふうなコラムを書いたり記事を書いてみたりだとかして、反省という言葉がもう一切なく、もう本当に確信犯的ですよね。あの悪魔に魂を売った男にね、反省求めても無駄です。もう本当にこの沖縄の新聞の正体っていうんですかね、もう本当に恐ろしいものがあるなと、私もまた改めて思います。